コチャスクです。ウィンドボーイズ続きやっていきます。前回からの引き続きでプロローグページ4を読んでいきます。再生。俺と一緒に。まったく、また吹奏楽部絡みですかいいね、ナイスキャラだね、教頭先生。確かに飯塚君の言いたいことは分かりました。でもね、来賓の方もおられる入学式という場であのような騒ぎを起こすのは大いに関心しません。ですよね。ちょっと待って、ボイスがちょっと小さいか、設定で変えられないかな。 BGM をちょっとだけ下げて、ボイス音量、これ限界まで上げていくか。おい、聞こえるか。あ、こんなもんでいいかな。ちょっと BGM 下げる。こんなもんかな。よし、続き見ていこう。これちょっと消して。はい。この件で上からあれこれ言われるのは私なんですからね。考えただけで胃が痛い。花房くんがうまく場を収めてくれたからいいようなものの、今後は二度としないように。いいですね。こいつ職員室に呼び出されてたのか。まあ当然か。聞いてますか、飯塚君。聞いてる。うん、ならいいんですが。先生も頼みましたよ。わかりましたよ。担任として彼から目を離さないようしっかり見ていてくださいね。まあ見てるだけだけどな。はい。なぜだ、どうして。え、どうして吹奏楽部は活動していないんだ。ああ、こいつは知らないんだね、その活動停止処分的なのになっちゃってるいきさつを。まあ俺もまだ 2,3 行でしか聞いた話じゃないから全然知らないけど、去年いろいろあったそうなんです、吹奏楽部で。ですから。わからない、去年と今は違う。確かに去年何があったとしても今とは関係ない。確かにね。そうじゃないのか、飯塚くん。実は私も昔吹奏楽部だったんです。あ、そうなんだ。だから飯塚くんの気持ちは少しわかりまーてん。本当か。じゃあお前もやればいい、俺と一緒に。はい、やりますとも。はい。どうせやることになんだろう俺も。ああ、やっと来た。なあなあ、お前が飯塚湊だよな。よかったぜトランペット。おお、こいつらも元吹奏楽部だからね。俺は清島王政。王政でいいよ、よろしくな。ちょ、マジで振り仮名振ってくれよ。式の最中にいきなりトランペットで乱入するとは、とんだ型破りなやつだとは思ったが。現世のパズーだな。演奏には、その、正直、耳を奪われた。お、僕も、吹奏楽をやるために、伊吹に来たんだ。だから、飯塚湊。そうか、じゃあやろう、演奏しよう、俺とお前で。え、今すぐ、もう手に持ってるけど。おい待て、トランペットを出すな。時と場所をわきまえろ。そしてまず僕の話を最後まで聞け。演奏したくないのか。お前も吹奏楽をしに来たんだろ、伊吹に。それはそうだが、いいか、僕が言いたいのは。出たな、おおらか野郎。お、どうした。宝ごめん、面白くてつい。俺は倉本宝、宝でいいよ。みんな本当に好きなんだね音楽が。お前もやるのか、ボーカルか。ああ、好きだ、音楽はいい。演奏すると世界が鮮やかになる。鮮やかに、綺麗だってことかな。まあ
そういうことじゃない？ああ、すごく綺麗だ。お前は好きか？音楽。どうだろう。俺、音楽をやったことほとんどないからよくわからないけど。じゃあやってみたらいいじゃない。でも、さっきの港のトランペットは好きだなって思ったよ。おう、じゃあやってみたらいいじゃない。そうか。俺のトランペットが好き。俺も俺のトランペットが好きだ。自画自賛。うん、伝わってくるよ。そうか。おい、お前、やっぱり演奏しよう。お前の音も聞きたい。お前ではなく宗州だ。金子宗州、三国時代の政治家。他に例えねえのかよ。だからそれはもういいって。お前も空気読め、宗州。いや、今のは空気読んでわざと天丼繰り返しの芸でしょ。受けてるし。あ、いた。金子くんと清島くんだよね。僕、息寝中の水戸響くだけど。すごいな、全員集合感がすごいな。これ入学式の初日でみんな仲良くなるのちょっぱやだね。俺だったら速攻帰るけど。おお、いいところに来たじゃん。一応みんなあれか、君は知り合いみたいなもんだから、まあ集まりたがるかな。水戸響く、いいね、簡単な名字。今ちょうど吹奏楽部の話してたんだよ。そうなんだよ。本当？吹奏楽部が活動を停止してるって聞いてどうしようかと。二人はこれからどうするつもりなの？なんかさ、吹奏楽部がさ認められないんだったらさ、あの吹奏楽同好会とか言ってさ、吹奏楽部じゃありませんっつって別口として活動しちゃえばそっちでよくね？心配いらない。吹奏楽部はこれから作る。いや、ないわけじゃないんじゃないの？あるから問題なんだよ。活動できない部として存在するから問題なんじゃないの？おそういうことじゃないのか。ミナト、お前ブレなすぎ。はあ、いいかミナト、よく聞け。お前はたやすく言うが、実際はそう簡単じゃないんだ。わかった、いいからやろう。強い、こいつ強いな。やはり貴様、全然ことの重大さが分かっていないな。すごいね君、入学式であんなことできちゃうのも納得だな。ん？だってこんなに音楽をやるやつがいるんだ、何だってできるだろう。そうだね。王政、宗州、響く、それに宝、吹奏楽部を作ろう。記憶力が素晴らしい。みんな俺と一緒に吹奏楽をやろう。お、主役感がすごい。どうした？いいね、これだけグイグイいけるとみんなついていきやすいよね。まずは僕たち全員で音を合わせてみるべきだな。もう、じゃあどっか教室借りて、音楽室借りてみんなでジャムったらいいんじゃない？今の実力を知らなければ話にならないだろう。お、じゃあさ、行こうぜ音楽室。お、そこなら好きに演奏していいだろ。まあ一応先生である俺に許可を取りな。そうだね、職員室に行けば鍵を借りられるんじゃないかな。俺に許可を。あ、それなら俺が借りてくるよ。おお、フットワーク軽いな意外と。よし、行こう。みんな、演奏するぞ。続く。青春だな。いいね。今のところこれといってなんかこう、障害？障壁？はなさそうだけど、このままみんなで一致団結して、なんかうまいことポンポンと話進みそうだよね。よし、続き見よう。なんかこれ、一応スマホのゲームなんだけど、ゲーム部分ほとんどないね。アニメ見てるみたい。お、ドラクエのオープニングみたい。
パンパパン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 。どうだった？俺の気のせいかな。なんだかあまりうまくいってないみたいだね。なんだ？みんなイケメンなだけで演奏はそんなになのか？あれ？おかしいな。どうしてこうなっちゃうわけ？つうかみんなすごくね。入学初日でさ、吹奏楽部がさ、活動停止してるって知ってるくせにさ、マイ楽器持ってきてるんでしょ。すんげえやる気じゃん全員。そりゃもう一致団結するわ。もう一度試してみようか。乗り越えていけるわ。お、パンパパン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 。なぜだ、なぜ音が合わない。合ってないの？俺の耳には合ってるように聞こえるけど。まあまあ落ち着けって。総集初めて合わせるメンバーなんだし、そういうこともあるって。え、なにリズムが合ってないの？それともキーが合ってないの？チューニングの問題？それにしてもだろう。どうしてだ、全然綺麗じゃない。音も色もぐちゃぐちゃだ。みんなあれか、心の中で目指してる、こう表現したい音楽がバラバラなのかな。あのな、お前がそれを言うな。って言ってるそばから勝手な行動を取るな。まだあれか、気心知れてないから、そんなに息をこう、なんていうの、呼吸を合わせるみたいなのがうまくいってないんじゃないのかな。あれ？でもみんなと一人で演奏してるときはすごく綺麗に聞こえるね。じゃあ港以外が全員ド下手ってことじゃん。なんでこれが合わせるとあんなダメになっちゃうかな。お、誰か来たぞ。あ、俺か。あ、やっぱり皆さんでしたか。なんとなくそうじゃないかと思っていましたが、牛尾先生が生徒に音楽室の鍵を貸したって言うから様子を見に来たんですが。あ、先生。よ。なるほど、演奏が揃わないですか。飯塚くん、試しにもう一度演奏してみてくれませんか。うん。すげえいい音。ああ、なるほど、譜面から外れまくってんのか。そうなの？オリジナリティ出しすぎてるってことか。見ていて気づいたんだけど、ミナトは演奏中楽譜を全く見ないね。どうして？なるほど。え、楽譜はいつも見ない。ミミコピ派なんだって。じゃあさっきからお前どうやって吹いてんだよ。どうやって？そんなの一度聞けば十分だ。おお、耳コピ派のカンコピ派だ。すご、今俺言えてなかった。マジかよ、すごい才能だね。そういう人いるんだね。では飯塚くんには楽譜じゃなく実際に聞いて音を取ってもらいましょうか。誰かトランペットのメロディーを演奏できる人はいませんか。自分の楽器でいいので。まあできないこともないですね。ここは僕が手本を見せますよ。では金子くん、お願いしますね。やれやれ、よく聞いておくんだぞ港。偉そうだ。なるほど、確かにさっきとは音の長さとかが違ったね。こんな感じか。わかった。早っ。え、今のでもうわかったの？わかる、もう十分だ。すげえ。
いいね。なんか競馬のファンファーレみたい。バーン、パカラッパカラッパカラッって始まりそう。こうだろ？素晴らしい。本当に一回聴いただけでメロディーラインは完璧だ。では今の感じを忘れず、タイミングやテンポをもう少し確認しましょう。その間、清島くんと、水戸響くです。E組の。隣か。二人が音を取っている間、僕たちは先に合奏の練習を進めておきますね。お、要領いいな、お前。あ、ハイタッチ、はい。みんな先生のことなんだと思ってるんだい。あ、はい、そうしてもらえると助かります。一応俺のイメージはちびまる子ちゃんの担任の先生なんだけどな。まあ、いっか。タイミングが確認できたら、また全員で合わせてみましょう。続く。ストーリー閲覧報酬以下のアイテムを受け取りました。なんかいろいろもらったっぽいっすね。お、なんだ？急になんか、え、なんだ？ミニゲームをやるのか？ミニ、え、いぶきにある委員会の一つ、園芸委員会。へぇー、らららららら、へぇー。実家が農家のやつがいるんだ。お、これをやるんだね。え、すげえ。この高校、外壁があんな。音楽室はどこだ？日本の。早く行こう。あ、はい。日本の城のあれみたい。音楽室。スタミナ10。倉本、お前はどうする？あ、俺は見てるから気にしないで。練習頑張ってね。見てるんだ。やらないのに来てくれるってどんだけお人よしだよ、お前。部活動で練習すると、その章の進行度が上昇し、ステージやシナリオが解放されます。練習は自動で進行するため操作は必要ありません。あ、そうなの？生徒の練習を見守りましょう。さすが先生。見守るだけでいいんだ、練習開始。よし、やるぞ。はい。劣化したメトロノームは正しくセットしても気づくと早くなる。あ、そうなんだ、知らんかった。メトロノームってそんな変えなくちゃいけないもんなんだ。ずっと永遠に同じ時を刻むものではなかったんだ。よし、やるぞ。練習開始。式が合えば合わせられるはずだ。お、歌の練習もしてんのか、これ。休憩中。お、もう夕方になったぞ。すげえな、一日中練習してんのか。こいつ本当に見てるだけだった。準備はできたか。あいつでかいやつ。評価です。みんな頑張ったな。いい出来だった。俺は見てるだけだった。お前本当に見てるだけだったな。なんでお前のレベルも上がるんだ。見学、見て学ぶ、すごいね。いいですね。あ、はい。あ、次行った。なんとかの決意。よかったよ、湊斗。俺はあんまり音楽詳しくないけど、すごく綺麗だったと思う。褒め上手だな。湊斗？綺麗だった。ワックスだけじゃない。みんなの音。おう。よかった。本当に。ここに来て。よかったね、飯塚くん。お、大げさなやつだな。合奏など別に初めてでもあるま。いや、初めてかもよ。初めてだ。わお、わお、新鮮。え、今まで部活入ってなかったんじゃない？まあその外国のあれもどんなんだか知らねえけど、いろいろ事情があるだろう。初めてなんだ、誰かと演奏するの。まさか学校に通うのも初めてだったなんてね。あ、そうなんだ。ホームスクーリングなんて俺初めて聞いたよ。じゃあ湊は今までずっと一人で演奏してたの？そうだ、ずっと俺とバックスだけだった。一人で吹くのも楽しい。でも全然違う。
まあやっぱ合奏はね、和音が生まれますからね。音が重なって色も、うん、あったかかった。太陽の光みたいな色だ。超キラキラしてる。とにかく綺麗だった。見たことないくらい。初めてだ。よかったね。合奏してこんなに嬉しそうにしてる人を見たの久しぶりかもしれないな。今日は初めてがいっぱいだ。学校も合奏も。俺のトランペットを好きって言ってもらったことも。よかったね。え、トランペットも褒められたことなかったん？それからこんなに楽しい気持ちも。やっぱり吹奏楽をやりたい。このままお前たちと。おう。人を集めよう。もっと。そうしたらもっと綺麗な音になる。吹奏楽ってさ、俺詳しくないから知らないんだけど、何人ぐらいで演奏するもんなんかな。まあやる曲にもよるんだろうけど、やっぱ10人から20人ぐらいはいる感じなのかな。もっともっと楽しくなる。あ、はい。湊斗、飯塚くん、皆さん、私も協力します。え、先生も？あ、はい。はい、私は昔吹奏楽をやっていたというだけで、皆さんのお役に立てるか分かりませんが、今日ここにいて皆さんの演奏したいという気持ちを大切にしたいと感じました。ああ、やろう。お前も俺と一緒に。お前っていうな、先生に対して。ま、いいけど。ああ、ハイタッチ低いけどな。ロータッチだけどな、これ。まあチビだし、しょうがないか。頑張りましょう。吹奏楽部活動再開に向けて。でもさ、元吹奏楽部の人たち一応在籍したまんまだったりするんじゃないの？そいつらに話通さないとまずくね。あのほら、ヤンキーっぽいやつとかいたじゃん。多分今2年のやつとか、まあ3年にもいるかもしんないし、ちょっとそこら辺が不安材料。はい。の、ストーリークリア。やったぜ。ふぅ、ミニゲーム大変だったな。以下のアイテムを受け取りました。オッケー。フォーラム。商業施設フォーラム。飲食店。へぇ、学校帰り寄り道。へぇ。もうなんだ。他の生徒にも声をかけてみましょう。あ、はい。チュートリアルガチャ。あ、へぇ。え、うん、ごめん、よくわかんないけど。え、どうするの？無償で弾けばいいんじゃないの？あ、こっちか。ノーツガチャ。あ、違う。え、どうすんの？は？え、何すんの？え、これ？え、10回も弾けんの俺。10回弾かせてくれるんですか？ありがとうございます。科学の授業では塩素の元素記号 CL を反射的にクラリネットと呼んでしまうことがある。そうなんだ。タッチ。え、吹奏楽未経験だからって舐めてんじゃねえぞ。最高の演奏を決めてやっから。え、この人知らないんですけど。向井重機、わかんない、読めない。え、こいつも知らないんだけど、イケメンだけど。部活っすか。いい機会だしやってみます。望月そうと、読めない。知らないやつばっかなんだけど。部活も受験も高校最後の1年もこいつ3年か、全部全力でやるって決めたのだから、よろしく先生ちゃん。話しろ、なん、わかんない。あ、こいつさっきのやつじゃん。昼ご飯食って腹いっぱい、元気回復、先生今日もよろしくな。お、広島。あ、お前もか。つかこれノーマルカードなのかな。制服とか見た目変わんないけど。先生、改めてご指導よろしくお願いします。僕たちと一緒に、これなんていうの、水部でいいの、水部再建へ邁進しましょう。金子。
え、こいつも知らないな。部活は意味のある行為だと思っていますよ。もちろん情熱を持つのも結構ですけど、僕はそっちの担当じゃないんで。あ、クールに行くってこと？異例って呼ぶのかな。あ、こいつヤンキーっぽいやつ。2年だな。あ、この俺の実力に腰抜かさないでくださいよ。鳥羽ね鳥羽屋？あそこにいんのってもしかして、なんであの人が、もしかして、え、なんであの人が、何、誰、伝説のやつ SSR だって。ミーノケ純太、やっと見つけた。はあ、イケメンっすね。あ、何何この楽器何、でかいけど演奏いい感じにまとまってきたわね。これも先生ちゃんが教え上手なおかげよ、絶対。あ、学祭会か。あ、かぶったのかな。かぶるとちょっとなんか水槽の中が、おお、なくなっていないと。はい、お、これもいいやつなのか。南里、なんて読むのかわかんないけど、はーん、まあ SSR が2枚出たけど、多分これは標準なのかな。多分いいカード何枚か出るようになってるんだと思う。まあいいや、これで、はい、はい、確定でいいです。ちょっと音がなんかブツブツいってんな。声のボリューム上げすぎたかな。あ、先生、これを教頭先生から預かりました。はい、新任課題。うわ、なんかいっぱいある。まあ多分授業のなんかあれでしょ、練習とかいっぱいすれば OK ってことじゃない。うわ、先生も課題があんのか。頑張れ。頑張ります。ちょっと音がブツブツいっちゃってんで、ちょっとそこら辺ちょっと、もう説明とかもそんなどうでもいいっす。はい、というわけで、ストーリーページ6まで読んだのかな。で、スタミナとかあって、で、まあ、また部活動とか練習とかして、ストーリーを読み進められるようになって、どんどん進んでいくみたいな感じだと思います。というわけで、今回この辺にしておきます。なんか音がブツブツしちゃってるんで、ちょっとその辺の設定も見直して、次回に続こうと思います。というわけで、続きをお楽しみに。それじゃあまたね、バイバーイ。バイバーイ。